はい、おはようございます。松本リハビリ研究所松本康子です。私日頃ですね、行っているデイサービスのお年寄りとかにですね、運動はいいですよって言ってるんですけれども、運動のどこがいいのかっていうのを自分なりに、まあ、いろんな、ね、研究とかも自分でやってみて思ったことをお伝えしようと思います。ではですね、軽い運動っていうのがですね、まあ、全身歩くとか、まあ、私7000歩とか7000から8000歩歩くのがいいって言われてますけど、その歩くっていう動作とかラジオ体操とかの全身運動ですね、これはですね、まあ、全身の循環が良くなったり、あとは習慣がついたりっていうところで、とても体の血の巡りが良くなりますし、あと軽い筋トレっていうのを本当に短い時間でいいので毎日続けることによって3つの効果があると思っています。ではですね、1つ目はメンタルが強くなるって思います。それはですね、目の前のやらなきゃいけないことに集中するので、まあ、いろんなことを雑念とかをですね考えずに、まあ、短い時間で達成できるっていうことで、まあ、気持ちが強くなる、不安がなくなると思います。で、2つ目はですね、運動の習慣が身につくと、まあ、できるだけ朝やった方がいいんですけど、ポジティブな気持ちが12時間続くって言われてますので、まあ、朝とか日が当たるうちに運動をするとその気分が12時間続くので、まあ、日中活動している間いい気分で過ごせます。で、3つ目はですね、自分に自信がつきます。まあ、続けるっていうことができるっていう自信と、体型の変化とか体重の変化とか体脂肪の変化とか、まあ、そういうところも出てきますので、成果も見られて、あ、どんどん自分成長してるんだなっていうような気分になる、達成感も得られるので、まあ、軽い筋トレっていうのもお年寄りに勧めるけれども、もう私たちも40代から加齢って始まっているって言いますので、40代から運動の習慣というのは気にされてみたらいいと思います。日々毎日健康で過ごして気分よく過ごせるためには大事なことかなと思います。それでは今私がやっている軽い筋トレの体操をお伝えしますね。まあ、この、携帯の、ご褒美っていうアプリを使っています。で、やっている内容は何かと言いますと、40秒の腹筋、40秒のプランク、40秒のスクワットです。まあ、腹筋はこうするたびに音が鳴ってくれるのと、まあ、プランクもこうやってくださいって教えてくださるのと、まあ、アプリが言ってくれるのと、スクワットも音が鳴って自分のいい角度、そんな無理をしない角度で音がアドバイスをくれたり、そのアプリで腰を曲げすぎたよとか、そんなに起き上がらなくていいよとか言ってくれるので大変やる気が続きます。で、それをやった後はですね、それを写真を撮ってミンチャレっていうアプリで5人のグループなんですけど、そこに投稿すると、今日も頑張ったねとか、できなかった時もまた頑張ろうねとか言ってくれるのでやる気が継続します。現在20日目で効果がもう出ているのでおすすめです。皆さんも運動を取り組んでみてください。さようなら。